こんにちは、おば太郎です。久しぶりの動画投稿になってしまい、本当に申し訳ございませんでした。楽しみにしていた方がいれば本当に申し訳なかったです。はい。で、まあ、休んでいた理由としましては、いろいろその自分の人生の振り返りとかそういったものをしていたので動画投稿ができなくなってしまっていました。で、今回はご報告なんですけども、またサッカーを始めることになりました。千葉県リーグ その AC ミランさくらというチームで新たにまたそういう新たなチームでサッカーをすることになりました。またサッカーを始めることになった理由なんですけども、まずは僕自身一度サッカーから離れて、やっぱりサッカー好きだなっていうことは分かったんで、またサッカーやりたいなっていうのと、あとは、まあまだまだサッカーが下手くそだったんで、もっともっとそのサッカーっていうこのスポーツを上手くなりたいなっていう思いがあったんで、また社会人チームでサッカーをしようかなというふうに思いました。まあ他にもいろいろ理由があって、またサッカーをその AC ミランさくらっていうチームでやろうと思ったんですけども、まあ、そういった理由、細かい理由については明日かな、明日ぐらいに上げるのドキュメンタリー動画、結構いい動画があるので、そちらの方をぜひご覧ください。はい。ということで、今回本当に短いご報告なんですけども、詳しくはその、まあ、4話ぐらいドキュメンタリーの動画を撮ったんで、そちらをこれから何週間にかに分けて、投稿していくんで、そちらぜひ見てほしいですね。で、この YouTube チャンネルでは今後どんなことを上げていくのかというと、またそのサッカー系のチャンネルに戻ります。その AC ミランさくらっていう社会人での、まあ、試合だったり練習だったりっていうのを、まあ、またこの YouTube で届けていきたいなというふうに思います。で、僕のなんか日常の動画だったり、その、まあ、僕の本音だったり、そういったことに関しては、もう一つの YouTube チャンネルを作って、そちらで発信していこうかなと思っております。なので、この概要欄に、新たな YouTube チャンネル、まあ、ゼロからのスタートなんですけど、まあ、また貼っとくので、ぜひそちらの方も、まあ、見ていただけ、サッカーしていない僕にも興味がもしある方が、いないかないる方がいれば、そちらも見ていただければ嬉しく思います。なので、この YouTube チャンネルは今後、まあ、サッカーをメインに発信していこうかなと思っています。ということで、今回は、まあ、短めの動画なんですけども、またサッカーを始めることになったんで、まあ、僕自身すごいまたサッカーやりたいなっていう気持ちが結構あって、やっぱりサッカー上手くなりたいなっていうか、もともと前まではそのすごいプロっていうものを目指していたんですけども、まあ、それ以前にサッカーっていうものが好きで、まあ、競技者としてなんかすごい上手くなりたいなっていう思いがまだまだあるんで、また始めて、またサッカー頑張っていきます。はい。まあ、自主練とかの様子もね、社会人サッカーはあんまりその毎日練習があるわけ、チーム練習があるわけじゃないんで、自主練とかの様子もまあ、できれば、上げて、いきたいなと思っております。はい。それではまたよろしくお願いいたします。じゃ ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない青い